よくらセット。よいしょっと。おかけいらっしゃい。かけるラップ。よ、とりあえずやるやらないは各々が決める。そんな感覚よりくんがコラボでウェスター調子どう。いつものようにやる最新のプロ、いい感じかわからない。短時間の間でもいい、長時間でも何でもあり。よりくんはさ、いらっしゃい。どうよ最近調子は。挨拶はほっと調子ならまあまあな方、赤目でいい、いつだって方というか俺たちなら目指してる最新のプロ、ちょい上出来うまさだけ取り柄の模様。見たことない景色からうぞうぬぞ、価値観の果て誰か慣れの果て、俺形が足りない誰のため、見たことない世界が見たかっただけ。よ、価値観はもちろん人それぞれが違う。その中で俺は俺、伊織くんは伊織くんの中である。この価値観の中で何を伝えられるか一番肝心だからこそ俺は掴み出す、このままの MIC。 今日まあいろいろあるよね、いろんな事件もある、いろんな感覚もある。その中でそう、何が正義か、そう正義じゃないかっていうのは分からないけど、でもまあ各々が自分自身の正義を貫けばいいと俺は思う。正解から正解、相手の正義、俺たちの正義、自由自在、いつも通り精神性、誰かのせいにステージ上上がっていく火の鳥マルコみたいに、俺らの愛情とサンドンゴーマイソウ、天井天下唯我独尊、感情線の向こういつもの通りを、感情の向こう側にあるものはリリック。そんな上で俺はステージの上で披露する。今日なぜかというと、俺は自分自身がラッパーであり続ける。だから現場で俺はマイクを握り続ける、その意味がある。だからこそこのワンマイクフリースタイルでも、俺は音源でも関係なく自分の意思を表示する。まるで俺はやる、いつも攻撃表、いつものように昨日以上に上手くなるためにやっていく、常にスキルを上手。アマラパフチメンで、何もかもが誰でもあるの感じないよね。何もかもが人それぞれ当たり前だぜ。みんなが誰かの後ろを追ってる、俺の前には誰もいねえ。当たり前のことしか言っちゃいねえ。感じ方それぞれ、人となり人となり、二度とないこの世界を見てみたいと思いたい。よう、間違いない。俺らの前には道などないさ、俺らの後の道ができるさ。言ったなんじゃまんのあの言葉は間違いないと思うぜ。だからこそ俺は自分自身で道を作るためやり続けるのさ。今日道を作って歩み続ける。その先に何があるかわからないけど、自分自身でそれを探し続ける。トンネルに入った、真っ暗だけど一筋の光が差した。それがある意味ヒップホップだった。己で作った道の道のり、見ろな二度とないワンシーン。このくだらない世界で趣旨を売ると、俺の音楽でいつもの通り示そう。いや、俺たちが作ったこのサウンドの中、誰彼構わず遊べばいいや。アジギはフラッシュから歯止めなし、相手は歯止めが効かない、枯れてる世界。いやいやいや、俺たちのクラシックがあいつからすればノイズ、そうに聞こえる。でも大丈夫、届くものには届く言葉で、あいつの鼓膜を沈める、射止める、誰かが認めるためじゃなくて、過去の自分が俺を評価できるよ、顔を上げれるよ、俺の空をグリーンと言えるようだぜ。よ、過去を現在未来すべてを繋いでくぜ、このワンマイ、誰かの鼓膜を仕留める、射止める、間違いない、そんな時代がきっと来る。ビースタイル、まるで俺たちの時代、ヒップホップ理解されてきてる。ただもっと根底のもの、俺はずっと掘り続けていく。
追いつかねえ理解、そいつは主体、何もかもが変わらないから何が見えない、声の使い方からまずは学びなさい、俺も時代の先がかゆみてみたい、俺も見てみたい、この世界の価値観の中ただ意味を踏めば生きる、そいつは遊びじゃないすか、俺らはナイスガディアバススキルスキルフロード中見て証明で勝負したい、 Yeah yeah、 昔は認められてなかった、最近認めてるヒップホップ、でも最近全員が MC バトル、それがスポーツとなってきているからね、火曜日を立てる、昔みたいなプライド、お互いのこと認め合いながらマジマジと目が血走った目でかますような MC、 最近の若手一人でもいるのかよ本当に、よよ間違いねえ、だからこそ俺たちは MC バトルだけじゃなく自分自身が根底 MC ライブ、やっぱこれに肝心、間違いないだろ、ステージに立って自分自身が表現したいものをまずリリック書いて、日々の確認作業の中で自分のアートをまずは作り上げていく、よ正真正銘の現場ネットハイブリッド、完全無欠でやばすぎるスキルを提示しよう、こいつが正面で少年が打破、スキルのない奴らはお見知りおきだからさ、最近の若手かわいいもんだな、いつの間にかできた後輩だらけ、今年で俺だって6年目、面目で6でもねえスキルの証明で、 Yeah yeah 何年目、俺今数えてね、クソみてえなマインドでラップセンスバットが鳴ったり、グッと変わったりグッと上げた効果がいつの間にか下がってたり、わからねえスキルなんてもんはねえ、ラップがうめえじゃなくてかっけと言わすため、技術どうこうじゃねえマインド、俺のメンタルを伸ばした羽を音楽と言えるまでやり続ける、 よ間違いない、そう俺はヒップホップラップ、つまり生き様、自分自身が等身大となりそれが全て曲に変わる、今日だからこそ日々の生き様や生き方、これが常に重要だからこそ俺はいろんな場所に行きながらワンマイクこれに尽きるのさ、昔言われたあんたはラップが上手いけどかっこ悪い、そういう昔のザレ事興味はない、後ろめたさなんて当にはない、いつでもどんぐまりアルファで OK、 ダウナーで銀で勝ってそいつらはどうて、俺らはノーペン、いつも通りハイブリッドちゃんぽんでごちゃ混ぜて仕方がないでしょ、いやいやまだまだクソガキの男、ラップ下手くそだし国欲もねえからな、人間としてダッセーけどいつかかっけと言わすためラップを続け、続けることに意味はねえけど続けなきゃ意味も生まれねえって、あの MCスー君も言ってた、ダイスタンの唇を生かしたラブイルデイ、続けるには知らねえ、続けてればきっと何かあるかもしれない、売れるとか売れないとかじゃなくて続けたその先に何か意味が後からついてくる、そう思うから俺もこうやってマイク握って、何のためかわからないけど、でもまあこのマイク握ってないと気持ち悪い感覚になる、誰がどの口で何を言うか知らねえが、俺は本職は児童館の先生で趣味はラッパー、音楽でアーティストであり続けるからさ、こいつは変わりはしないのさ、ビート上でチャンピオンで俺たちがサンプルを、いつもの通りのワイブローたちと遊ぼう、こういう言はどこまでも行けるはずだろう、俺は音の中で血が散り続けてるよ、いや誰が言ったワード気にしてる時点で終わり、それ言われたら終わりだけど、俺はこの口で言う言葉で、あいつが言った言葉と違う意味を持たせたなら、俺がマイクいつ意味持っているのが生まれるだろう、あの MC も言ってた、この口で何言うかが肝心、それを定義しようぜ、この口で何言うかが肝心、言ったのオジョロのマッチョ、マイフーネバフー、この音楽を繋いだのはもちろんトコナ X、 今日つまり言うならトコナメと一緒にやった横浜の街で、懐かしい、これはディグトースクーを呼んでるやん、それ誰だとわかる、今日どの口が何を言うかが肝心ってなぞるのは誰だってできるが、俺たちが言うから意味がある、何年目か分かりをしねえが、いつの間にか気づいちまった、どの口が言うかが肝心、俺たちはそいつは毎日いつもの通り毎日し続けるのみ、こいつが正義で正解であるのみ、他に言うことは特に言わない、よ、MC バトルばかり見てる奴が語るヒップホップなどファックだろ、もっと深くディグ掘り続け、奥先奥く深くなるほどこの音楽の溝は見えないな、ディープなとこマイクロフォン握る甘いまだ言葉吐き続ける KIH ボービシロキーボ、黒か白じゃねえ、肌の血もレッド黄色だぜ、黒白つけなくてもいい、たまにはグレーゾーンあっても問題なし、その中できっと見えるものが一つでもあるならばそれでいいんじゃねえ、ひょつまり白黒つけるだけど黒白って言った大人たちには中指立てる、俺は俺がやりたいようにまずは生きる。
真っ黒な俺たちに一滴の白をドロップ。いつも通り白黒つけないではっきりとさせるエンマ様。だからこそジャッジメントで審査員であり続ける。最初から最後まで変わらない生き様さ。変わりはしないのさ、そいつでいいと思う。最初に始めたら最後まで貫き通さなきゃ。生きる意味もやる意味も始めた意味もなくなっちまうから過去形に生きていきたいだろ。若いうちの黒買って、でも白その買う金がねえって言ってんだよ。クソジジエどもが金を貯め込んで、若いもん馬車馬バタリギ、わらべスズメの涙の金もね、笑えねえ現実目を背けられねえから。真正面から対抗からヒップホップ使ってライドン、誰がヤバいとか興味がないよ、俺がヤバくないから無意味でよ。真正面から来るバビロンに向けて俺はただ歩いてるだけ。品川駅を歩いたらいきなり触失される俺って何なの。お前らから見たら俺は変か、俺から見たらお前らが変だ。変だ、だからまあ仕方ない、別にそう俺変なものは持ってません。よ、俺も、ね、変なものは持ってない。ちゃんとお医者さんから処方された、もう処方された量だけ持ってる。だからこそいつも通りケミカルに溺れ、救急車で急げ、おはよう、チャカボーズです。イエー、目の前に送る景色は広いらしい。俺の世界は神様が宿っているらしい。この視界はどこを見開いた模様、滑稽な風邪薬じゃそういった意味がない。いやいや、タイマー吸ってたらパクられ、ドラッグ持ってたらあいつにパクられ、だけどそれパクってる奴らが一番人傷つけてる、ガンを所持してる。 What the fuck? どういうことで、どういうこと。お前らが持ってるもんが一番ピースじゃねえよ。ガン持って上下めてブラブラブラ、赤い目血まどで探しててのはてめえの間違いだろ。よ、間違いはないぜ。だからそう、ガン銃を上に向けてポーンと撃ったらボンボンくら。まるでボブマーリーが戦争止めた理由はそこにある。よ、まるで音楽っていうのは常に根底にある国境で縛られてるもの。ドレミファソラシド、これだけは全国全世界共通。あいつらはガンを持ってるが、俺たちはガン患者の代わりに何かを吸い込んでる。いつも通り目隠しで入れ込むぜ。俺たちはカゲロウプロジェクト、真っ赤になった瞬間に何か能力を発動。こいつが有言実行、世界の真っ白系、何もかもがわからねえ。最初からやっておいて、俺はいつも通りで遊んでるだけでいいよね。好きなものを好きなぐらいに吸い込みたいだけ。 THC で CBED なんて吸わない、俺はオーツだけでぶっ飛ぶ。田舎の空気澄んで心もまで俺をスピード化していく。か見すぎ MC か高り MC、 前髪が長く、前スラム見えない、下向きうつむき言葉うつむき、でもこの音楽がやはり美しい、yeah.うつむきながら見据えるミュージック、ヒップホップ根底はどこにある。足元を固めて、キックスを固めて、俺たちは常にストリートを歩き続ける。ワンウェイ、目の前に見えるもの、ブンバップのビートに乗っけたあの瞬間から、俺はやりたいようにやる、歌いたいようにやる、言いたいことを言う、これがある意味俺のワンマイン。あいつはキックスを十分と美しく吐くらしい。俺はスケボーのせいで穴が開きそうになっちまってる。やりたいことをやり続けた結果、音楽してサイファー中にスケボーしたりして遊んでって、これビーボイっぽいだろ。いつだって同じ、こいつはリアルのサイファー。だからこそ何度も言う、現場ネットハイブリッド、コード音をつける、独創的で冒頭的なスキル、この現状に賛否両論を落とそう。やべえ、制服着ながらヒップホップ語るのがダセーのか。いやいや、サラリーマンスーツ姿でヒップホップ語るのがダセーのか。いや、そうではねえよな。革靴でも語れる HIP。 どの靴を履いたかよりもどの言葉をどう捉えてどう履いたかが肝心なんだ。だからヒップホップストリート、変わりつつある日本の現状を捉える、このマナコで。ハクという言葉を見ると、今日土に向けて口を吐くのがハクという言葉。このことが何が意味するか、やっぱりストリート、根底はやっぱ下にあるものが全てだと思うが、その中で上を見た瞬間、新たな希望、光が見えた。そう、俺も富士山登った時分かった。雲がかかったその上に本当のもの、何かが見えた、あの瞬間があるんだよ。吐くときも吸うときも口がないと肝心がないらしい。こいつは漢字に捉えた意味の MIC。 握ってまった握ったもんは何かわからない。こいつは武器よりも平和的で超ピース。いつもの通り直近じゃ繋がらない MC。 超絶怒涛のスキルし、常習儀見らりは何もなし。後ろ見たところで誰もいないし、俺は俺曖昧より取り出ておきそう。いやいや、前見たって後ろ見たって、この道は俺がザーって作り出したとこ。周りからは獣道でも、英語と意地を張ってマイノリティなんて興味ね。
で俺は俺一人で十分だぜ。混ざりたい、かましたい、誰でもいいぜ。いろんな人の価値観の共有がしたい。ラップバトル、MC バトル出る理由もそういうとこ、勝ちたいんじゃなくて俺は誰かと会話がしたいだけ。 MC バトル俺が出る理由っていうのはただ一つ、今日ただのコネクション作りかもしれねえ。仲間たちがパーティーを開く、それでバトルがある、だから俺は出るだけの話だけど、 UMPKOK に関してはやっぱ自分自身を表現したい、自分自身をもっと見てもらいたい、そういう気持ちがあるからこそ、売名のツールとして俺はそういう場所にまずは出ていく。MC バトル出る理由は単純明快、あいつが進路で言い訳がない、きついにならないように偶数になるため、他に出る理由はない、でもまあうまいから上に上がっちゃう仕方ない。俺らはスキル至上主義だから完全無欠、いつもの通りラッパーの先生の差が思っている、ラップが上手くて結局はかっこいいところを見せる、だからこそあいま MC を覚えておいてほしい。いや、スキルじゃない、俺はかっけ至上主義、それは外見じゃなく内面の話、何を告げたか、芯があるか、それしか俺はぶっちゃけ興味がないのさ。どれだけ韻を踏んでますか、あいつの上げ足を俺取りました、そのバトルかっこいいと思いました、鼻で笑われてるうちはまだまだって話だな。俺も別に俺曲売名したいだけです、それだけ。 UMP 出ようと曲が売れてねえやつはファック、クソ嘘だろって思うぐらいのクオリティばっかりでマジでウケない。簡単な話、リアルって言葉はもう時代よ、リアルシーオンザシー間違いないぜ、だからこそ自分自身が音源だったりライブ、そこで繋がるものがある、だからこそ俺はそういう場所に出ていく意味がある。それ以外に別に興味はねえ、バトル勝ったって3日転換、それだけの話だって、まるでドクターウィルスが言ったあの言葉と同じように今日その3日転換をどれだけ続けるかだ。ヒップホップで金をもらったことがある、だからこそ金の重さってやつを知ってる、音楽ってやつの醍醐味ってやつを知ってる、売れなきゃ意味がなきゃ黙っておけって話だぜ、人だって話はしたくねえ、俺たちは楽しいが一番の最優先、こいつが大前提で間違いがねえ、ぜひ忘れんな覚えておいてほしいぜ。いやいや、売れなきゃ黙っておけ、でも売れてるやつの言葉が本当に気持ちを感じるって、そこだけ。力ないものに力を与えるための音楽じゃねえのかな、リアルっていうのも時代遅れ、もともと遅れすぎてる人間よ、流行にも電車にも乗り遅れ、やっぱ頼れんのはマイクフォンこいつだけ。まあこいつだけ、その考え別に悪くねえけど、俺は売れてなんぼ至上主義、イエー、オオカミちゃんも TikTok も OK 出てやるぜ、ブッキング声アベマ待ってるぜ、俺はそれでいい。ヒップホップステージ立つだけじゃねえ、俺はヒップホップってジャンルだけに届く。よう、俺は続ける至上主義、今日始めた時からそう、自分自身がやりたいことをやり続けて、その上で俺はワンマイクを取ってる、売れる売れないどうでもいいことはない、その上でも売れたらいいなと思う、ただ俺は売れる売れないだけじゃなく、今日マイクを握り続ける、それだけは俺は誓う。俺はスキル至上主義ずっと言ってる、何年も昔からずっと言ってる、気づいたら0回再生から3000回再生、でも別に恩恵を受けねえ、バッド評価ありがとう、2分間のために聞いてくれてみんなに感謝、アンチヘイターが生まれるぐらいまでかっこよくなりました、こいつで有限したマイクホン握った瞬間から俺がラッパーでいることは間違いない。 yeah, 売れたからお前はすげえな、今日再生回数多いからお前はすげえなって、地元の友達に言われたくねえんだ、その一曲何万回再生では何千稼いでなくたってもかっけえって言わせてからマイクを握ってんだ、単純な感想でそういうとこじゃねえのかよ、数や数字でごまかされないために俺たちがリアルシートこの言葉を使う意味を履き違えないように。でも数が増えるほどうめえ飯が食えんのも事実、100円の寿司と並べる数万のキャビア、結局そういうことだ、フェックスっていうのは重要な文化、今からすれば俺からすればって話だよ。俺はでも金持ちの仲間が言っていた、100万の何万のキャビアを食った後に吉野家の牛丼を食ったらめっちゃうまく感じるってな、たまにはそういう目線を下げるのもあるよ。いい感じ、いろんな街に行っていろんなやつとつながって、そいつらの意見を聞いて俺に見えないような景色を見ている、そういうのを吸収するのが俺は何に楽しいです。
俺はハッキ君のバースに賛成票だぜ。フレックスは大事、自慢するのはヒップホップの文化の一つだから自慢するぜ。俺はスキルがありすぎてかっこいい、こいつ一言で十分、ワンブラスの中に何かを通すことができる、ドープシッ、やるよりもやっぱスキル言葉を証明したいと思う。証明するからはまずは誰が聞いてくれなきゃ、だからこそハートに指に十字数字よりやる。いやいやいや、あの高い飯より安い飯の方がうめえって俺も言ってみて、でも高い飯を食ったことで金なしの貧乏帽子かってずっとずっと俺は底辺で生きてきたからな。何も持ったこともね、かっけと言われたこともね、単なるひがみ、これを自己肯定してるだけ。賛成も否定もしねえ、俺の考えはずっとこう、ただ自分の精神を保つための安定剤なんだよ。いいんじゃね、俺は作り上げたビートの上でラップやって稼ぎだけマネーチャリマエイ、それ追い越したら意味がないって話だって。プッシャーがラップの金じゃなくてプッシャー以上の金を稼いでないなら、そいつの職業はプッシャーであってラッパーじゃねえ。そYo、はい、俺の仲間が昔はそうマリファナ売りながら、Yo、ラップやってた。だけど下手こいてそいつ飛ばされてラップもできなくなっちまったような奴もいた。懐かしいような話。だから俺はバトルシーンでは絶対草どうこうとか言わないし。あいつは売り方に信念を持ってる。だから己をプッシャーと腐らないことは言わない。いつも通り信念を持ってさばいてる。だってサバイブすることは大切って知ってるもんね。ってなって話だっけな。みんながダメという中で合法的な場所でいつも通りやってる。よーうどんかそばかブロンパブロンって法に触れないで飛ぶことの単純にこれ俺の考え方。仕事っていうのは自分のプライドが持てるかどうか。だからどんなに他の仕事稼いでも俺がラッパーと信念を持って俺の中でジョブと呼べれば誰かが判断すること必要なし、草を吸ったって俺には興味なし。それは人生のアクセント、あいつにとって不可欠なもの、俺にとって必要でって、ただそれで終わるだけ。いえ、別にそれでいいんじゃないっすか。俺もそれは肯定はしないし否定もしない。それはお互い、これビジネスの話じゃない。メジャー売れたって結局そこで稼げるのも事実だ、仕方がない。業に従えって言葉があるように。Yo、 まあ間違いないさ。ただメジャーに上がってその後にぐーたらした生活送ったら今の銅山イレブンみたいになっちゃう。Yo、 一生一緒にいてくれやる。あれ売れた後にあいつ女と遊びまくった結果自分の財産速攻なくなる。一生一緒にいてくれや、見てくれや、才能も全部含めて愛を持って俺を見てくれやって、マジで懐かしいぜ。まず間違いね、ママの車の中で流れてた曲、センスが良かったぜ、お母さんに言っとく。俺はそういうところをリップしとく。結局いい音楽を聴いて育ってる。いやいや、メジャーかインディー、まあどっちでもなし。でも金持ってるだけ、それ興味もなし。よだってあるじゃん、ラッパーじゃないのに YouTube だけで有名になってるようなやつがラップ語ってる。あのクソ現状ガードマンとかいうやつの名前だっけなんだよあいつ。本当にな、 YouTuber ってラッパー、いやそうじゃねえ、 YouTube ラップができる YouTuber ってだけだろあいつ。俺銅山イレブンにずっと食らってんだけど。いい感じ、作っていくビーツ。イエー、そうだね、メジャー出て何もしてなかったら意味ないよね。銅山イレブンとか、あと銅GTとか清水翔太とか、イエー。多すぎ、あいつらは今何してドジティとかマジで何してんだろうな。ハスキ君、ハスキ君大丈夫だぜ。俺はめっちゃ好きだからこうやって言ってんだぜ。銅山イレブン超好きだし、そういうところが逆にあいつの俺はいいところだと思う。自由気ままに生きて、やりたい時にやって、曲を作って、要はその時金をバッと使って、その時に金がなくなっても、でもいい、楽しく生きて何でもある。知ってる？宝くじで100万円当たったってみんな貯金するんだぜ。なんで使わないかって？税金で消えちゃうから。こいつが当たり前、結局そんなもん、yeah. 夢も希望も全部ディズニーランドに捨ててきました。生きる希望ってやつを知りたいから音楽を書きました。他に言うことがないから言葉を吐きました。いつもの通り MIC の中で踊りました。いえ、確かにそうだな。俺はガドロっていうアーティストが好きなんだけど、あいつも一応バトル KOK2 で2連覇して、それで有名になってアルバム売れたはずなのに、今は音楽に集中したいからってバトル一切出ねえ。正直それちょっとダサいと思うぜ。このバトルシーン日本盛り上げるためにはあいつの力も少しは必要だと思う。ちょっとバトル出てほしいな。いや、
俺は輪廻に食らった。だから別にバトル出たいし、そこで曲売れたいし、間違いがない。シラップみたいにロックも作ってたい。彩り方が違う。だけど俺はチルに生まれメロに育つ。とはいえどもラッセには出てみて、バトルシーンは今はあんま。よ、俺が食らったのは大城のマッチョ DS455、 まあ横浜からそう繋がりたいなリーデルタフォースプラアーミー、俺と同い年の倉田と南が組んだプラアーミー。よ、間違いないだろ、だからこそ俺はこの二人に送るリスペクト。よ、俺が食らったのは大城のボア、だからバイブスの意味は履き違いないだろう、you know? こいつは間違いないもんよ、いつも通りもんよ、描いてる魔王。この場所で送り出してゆくアートは、アクションはどうこうで、あいつは見開いた動向、王道で即興で即興、相当暇ほどにされてるフロー。いや、俺も最初の初期ビートは、大城やトコナ、ああ、かっけえ MC だったんだよ。言葉で熱、熱を持ってたような MC。でも俺は今違ってる。今日この考え方にシフトしたのは、不可思議ワンダーボーやモロハ、あいつらのバラエドに響いて心に食らったのさ。好きな女に別れを告げられた時、ああ、そういう時、あれを聞いて泣きそうになったことを覚えてる。俺なんかなんかルーツ一人だけ全然違えじゃん。イエー、その開けてくバス。イエー、ルーツだけどルーズ履いて上に行くぜ。ルーズソックスのギャルが見たかったです。イエー、これはあくまで俺の願望。エンジョイしながら上に行こうとしてるとこ。再来月 UMB でてか待ちてこか。俺は容赦しない、絶対戦相手。よー、まあでもみんなおのおの食らった音楽があって好きなアーティストがいて、今日それがあるから面白くて、おのおの価値観があって、その中で自分のワンバースをこれでそう握りしめて、今日まあだからこそ何がいいとか何が悪いとかいろいろ人を評論するやつはいるけど、でも俺は食らったもん、そう好きだもん、もう素直に好きと言える、そんな存在で俺はありてや。バトルはいつだって俺たちは評論家、当たり前審査員代表レップ、いつも通り間違いはねえ、ジャッジメントデイフロムだぜ。こいつは変わりはしねえ、信念だって誰よりも耳がいいんだもんね。こいつで消え、誰も彼もわからないような奴らの自称ごとつるピカに磨き上げる。俺たちは A 級19無番のやり方を知ってる、日本語の美学に酔いしれてる、 you know say yeah yeah。始まり、ルーツなんて、ぶっちゃけ、そんなのどうでもよくて、その後そいつがどう感じて、どうムーブメント起こしたかによって、始まりを否定する奴は正直ビッチしかいねえって。いえ、MC バトルからラップは入ったって、音源からこのヒップホップカルチャーを知ったって、ちょっと、J-POP 寄りのミュージックを聴いたって、でもそいつが熱い視点持ってはそれでかっこいいじゃん、ほんと。いえ。まあ、実際ベスト8取ったしな。いえ、結局取った言葉ビートビート吸わずに一歩一歩進むことで結果残し上に上がることが大事。それが俺の毎日。どこどこ、あ、お前がポップスポップスもときは消えろとか言ってる奴らを速攻ラップのスキルで黙らしたらいいだろ。俺なら時短切れる状況から即興から妄想オーバーザボーダー声で交換。俺ならですね。よ、まあ俺もポップスのミュージックには食らってるぜ。何人決名詞だ、そう、ポップス側になって、あいつらが友達とか涙とか出した時に俺はそれにめっちゃ食らった。高校の卒業式、コロナワールドっていうショッピングモールにあるカラオケで仲間たちと歌ったあの友達、肩組みながら酒飲んで泣いたぜ。その次の日に俺はそう教習所に行ったぜ。変わり映えしないよ現状へ、俺イカれちまってる扁桃腺、あいつ扁桃腺 OK のペンの OK 上の上の上、ラップするマンの伝統芸、俺はネットラップに食らって今でもネットラップやってる、インターネットハイブリッド、間違いがないと知ってる、だからこそスキル至上主義を掲げていつも通り、やっぱラップのパス聞いた話にならない。イエーイ、ヒップホップしか勝たねえとか言ってるやつも、5年前は J-POP のあのアーティスト勝たねえとか言ってる、自分の昔に言えんのかって話だぜ。だったら否定はするんじゃねえ、誰かの好きを否定する権利は一つもね、お前がそんな上から別に言ってるのが気に食わねえ、ヨーヨー腹だけ伸びてんのに腰は低いまんまってよ、クソ気持ち悪い、ピッチ中指立て続ける MC。だから俺はその重い腰を上げてマイク握った、常に聞けた言葉、まるでババア見たじゃない、俺は常に聞けた言葉吐きたい、だけどリアリティ上げていくぜミュージック。 OK、 明日月曜からバトルするの、じゃあ俺もバトル出てぶちかましてみよう、俺も次にやって遊んでいく、エドボロシコの中でどっちがやばいわかる、初クープクープ、イエーイ、明日出ます。よう、ありがとうございます。まだエントリー待ちをする、ハスキ君、スモーク、まあ、よりくんだったら、キホー君、電車出てくれたら嬉しい、まあ、気軽な感覚でエントリーしてくれたら嬉しい。よう、まあそうだな、まあ現場に向けてのまあ肩慣らしの調整ぐらいの感覚で出てくれたら嬉しいぜ、そう思って俺はとりあえずこうやってまあ枠を開いています。
井の中の河津の日本っていう国の中で、井の中の河津のヒップホップっていう文化の中で、井の中の河津のツイッターズっていう文化の中で、それで勝ち上がったって、それは井の中の河津だって。でも自分で作った井の中で暴れ回ったら、そいつはそいつで楽しい、結局楽しいもん勝ち。俺は自分の人生精米して書いても楽しんだもん勝ちで掲げ息を続けて。ベースよベースで、誰かがどれ俺を評価出せって言って中指を立ててこようか。そうだぜ、あいつがあいつで俺は俺、自分が笑える日々を進む Go my way on way。 ビートの上だけで笑った MC なんて今日気持ち悪い。それは俺玉の上だけで笑うピエロ、日常生活をずっと笑い続けるリアルヒップホップ。 iPhone レックだけでドヤ顔やってサンクラも上げずに、バトルだけで生きて優勝してるこのシーンが許せねえんだ俺は。 曲出して上がってるやつの方が報われる世界にあげなきゃな。俺はそれはバトルじゃないと俺もバトルもあんま好きになって。いやいや本当にその通りだと思うぜ。だからこの前俺はブランチってイベント行って、キング KG 君がライブやってるのを見て、やっぱすげえなと思ったと。これはマジでラッパーっていうのは本当にライブを見た瞬間、あーこうじゃなきゃいけるんだなと俺も思った。だからこそパーティーの楽しみ方をもう一度再確認した。あとは俺たちのするのみたい。DJ タイムの壁の上下運動の準備はいいかい。こいつができなくなったらいい加減になっちまうってことを知ってるのかい。俺たちはその先を見てるから、いつも通り未体験の愛で誰か愛さなくちゃいけない。こいつを知ってるからこその意味のつながり、愛愛とはぶつかり愛が好きらしい。そいつは下りはしない。俺たちは抱き愛の始まり、愛でいない。 Yeah, 音源もバトルも同じ自己表現の現場のはずなのに、最近の MC バトル、さっきも言った通りスポーツか競い合ってるだけで興味ねえんだよな。だから音源が報われよ、そう思うやつが今多いんだよ。そうじゃねえだろ、変えなきゃいけねえだろ。 MC バトルもミュージックと呼べるまでに。 Yeah, 最近の MC バトル、なんか人気者とか優勝者とか結局同じやつばっか出てマンネリか。俺は曲出してるやつを呼びてえのさ。Yeah, スクリューのラップよりもシャカボーズのラップ聞きたいの俺だけかな。俺はもっとその先をちゃんと聞きてえから確かめたいだけだ。人気者はもうやらなくていいっしょ。いや、俺はスクリュー君結構好きだけど、シャカボーズも結構好きだけど、俺が一番食らったのは今日ブラックミュージック。その中で俺が聞きたい、この前のボイルライブのライブも最高だったぜ。まあこれはバトルじゃない、音源で見てマジで本当に食らったぜ。本当にそこだけは間違いねえぜ。だけど今バトル一本で頑張ってるブラーミーダイナリーデルタフォース、神奈川藤沢 MP の地元の最先端。シャカボーズさんとかハシスさんとか文鳥さんとか、そういう音楽を聴いて育った俺からしたら、シャカボーがバトルしてるところなんて見たくはないけどな。でもライブしてるところはずーっとずーっと眺めてたいよな。海の奥で視線と骨髄まで剣道、いつもの通りさんどんどん何もかもができないよ。クリアクローズを聴いてヒップホップを始めました。俺もネットラッパー好きに酔わせてもらっていいですかなんてな。いやいやいや、スクリュームだって音源出してるよな。でも俺が思うのは最近の若手の方なんだよな。バトルちょっと有名になったら音源の方ばかり言って、 MC バトルは全然興味ない。逆に否定するように立場で回るやつが大嫌いなんだ。育ててもらったこと、親に中指立てるようなことしたくねえんだよな。よ、それがダセえと思うから変えてんだよなって。これもただれば俺も田舎のクソ MC、 名前も知られてないクソガキだからな。いや、俺も結構曲出してそれで上がって、あいつがバトル出んのみたいなノリのバトルはたまに見るぜ。結構面白い。最近で言うとイラクのバトルは食らったぜ。毎回毎回結局俺が好きなのはそういうやつから集まってきて、まさかのみたいな感じのバトルが俺が好きだ。結局はメンツによって際立つんだ。2019年8月、藤沢じゃなく静岡のクラブ8、集まったスペシャルマッチ、YAS VS シーフザサード、あれはめっちゃ食らった。今日、スキルフル同行とかじゃなく、この二人にしか成し得ないようなものをやり続けた。ディスり合いじゃなくディスカッションをしていたあの二人。間違いねえ。そっから俺と何か変わった瞬間、胸に響いたぜ。フリースタイルなんて一言もやってねえやつが音源で最高にかっこいいバース吐いてる世の中だったはずなのに、いつの間にか何かを勘違いしてるやつらが多すぎる。バトルはバトルの文化、音源は音源の文化、好きにやらせてほしいからさ。これでいいと思った卵の中身の体座みたいだな。殻を割ったところで何もかもふかできねえ。あいつらは中身のね、薄っぺらい黄色ってやつか。肌の色は入れよう、そいつは感覚はねえんだろう。Yeah, クーリア、チヒロ、ローワックス。Yeah, そこら辺の奴らかな。
俺が好きやな DDS もそうか。バトルなにあいつらはミュージックとしてそれを捉えてんだ。誰かをディスりたいとか悪く言いたいとかそうじゃないマインドを持ってる。あれはかっけえと思うんだ。これは音源にも言えることだろ。誰かを悪くて貶めるよとかそんな負の感情ばかりじゃねえことを指し示てんだあいつらは。いや黒い音楽で言った、黒音楽で言ったら俺が好きなのはベゲファストマンジー、ザ・ヒア・チヒロにも食らった。1から10数えていくミュージックの食らい方、その捉え方それ違うでも try it again。 えよ背景上に当てるけ。えよ俺が食らったのは、ああもちろんブラックリスパーティー、地元同じ、そうまあじゃなく地元じゃなくて同い年のダスティーアイだったり、まああとはそう濃さだったりいろいろ。87年式は濃いやつばっかり、だからこそハッタリが効かない俺たちの世代。色にこだわらずに好きにこだわったネットラップが俺は好きなんだ。だからつけるフルで通り好きを耐えないようなバスハイジリーズ、この隙間埋めないようなロー、バイキング神で存在だ。あとはあいつらの頭の中にどこ、あとは何ができるかわからないだろう。俺は俺で好きなように生きてみてもらおう。いや自分の色だ、自分を定義するためにギル MC、 あいつがどうとこか興味なし、当たり前マインドブラックじゃなくても語れる音楽はあるよ。全員黒は面白くね、少し汚れてもいいんじゃね。よブラックっていうよりダークな色、ダーティなスキルだけ見せつけるよ。あ、ミートなく。よーミートになってたのかな、ハスキ君。よちょっと声が聞こえなかったから、俺はまあとりあえずこっから始めてくワンチャンス。レッドブラッドのビートの上でやりたいようにやるだけ、そして遊びたいように遊ぶだけ、これがワンマイン。するバンから遊びたいように遊ぶ、俺も隠れたいぐらいまで隠れるバスの中で何かを感じた。あいつら感じたらバレるからすぐにバレることができる。にもかまがばいでバイの合わせ方知ってるからこそ何かわからない。なんか幼稚園中の食べたまるペット、またその程度でいいだろうかわからねえだろうとフロー。す落ちるような感覚で OK だぜ、早めなビートでもうまく乗れない。俺ゆったりスローなスローなペースで OK、 これはライフにも言えること。急ぎ足ばっかりじゃ論じばって傷を負うからな、たまにはゆっくりウォーキング、それくらいで調子 OK。 あはOK OK、 ミュートにしてました。あい、イエー、別にいいじゃん。MOP、クラフトエリアップ。でも楽しめりゃいいじゃん。やべえ、ちょっと眠くなってきた。これで落ちます。楽しかった。ありがとう。Yo, yo, ありがとうございます。MOP から繋ぐ。俺はそう間違いなく。まあ、US だったらそう、リルロブ、ミスターカポネとかにも食らった。あとは US にまず、ビギーにも食らった。いろいろあるようなブラックカルチャーのミュージックだけど、根底はイエロー。だからこそ日本のこの文化すらも俺は大事にしながらやっていきたいと思ってる MC。何を言うか、これの価値観を示すか、いつも通り示したことは何か、メッシャーか何か、まあいいか、前面肩を寄せてくれ、俺らは好きに生きてるぜ。マグロと共に住むこの道のりを、一人ぼっちで歩んだあの世を及ぼう、こいつでいいだろう、好きに生きさせてくれよ、この感覚ってやつは提示できない。いや、一人ぼっちが遠くて、下がって気になるぜ、ロンリーだけど大丈夫だぜ、いつも通り投げる調子。いやいや、バーディーいつも通り、パンピーと星の弦の晒し物で曲で聴いて思った。孤独は一人じゃねえ、あのフレーズに助けられた、この気持ちも少しは浮かばれた、孤独一人きりじゃねえ、悲しんでる奴が他にいるならお前もその仲間ホービーだぜ。おいつも通り、いつも一人きり錯覚して歩いてたけど実は一人じゃない。そう、後ろは振り返るなって言うけど後ろを振り返ってみたらあったかい仲間たちがいっぱいいるぜ。いや、そういう意味、後ろ見て歩く、右左俺はよそ見をする、周りを見てる、前だけを見てたらそう後ろから刺される。仲間たちが横にいて縦にいて、いつものように俺たちをそう出迎えてくれて、わっさ調子どうとか言いながら俺たちはとりあえず歩いてどこ行こうかって、とりあえずみんなで日高屋で飯を食っていく。よう、ナタちゃんが顔ばっかりしながらとりあえずあれを飲んだあのビールの味だけは忘れねえ。今日懐かしいで新潟からはるばる来たあの時の思い出、プライド MC バトルの話だって。これはマーメン
今日も今日とて好きに生きよう。あいつらはいつだって生きようよ。心と心合わず意味とフロー、耳の奥まで心と感度良好の5-2-4フロイドかケロイド、 Just like a knowing man。 こいつらは感覚的向こう、こちらはニュートンでアルバート。あいつらはいつも通り辛いリフリートね。 Yeah、 後悔のね後ろ振り返るな、そんな無駄な時間があったら前に進みな、それだけのことさ。もしお前が昔の過去でまとまずいってるような前面がいるなら、手引っ張ってあげな、ケツ叩いてあげな、背中押すのはガキ以外いつでもやり込みな、足は引っ張るな、まずは声を出しな、腹からじゃなくたって声を響き渡るらしいな。俺は後ろ見ながら右左見ながらしっかりと前には進んでる、スピードはそう遅いスロースローだけど、そうそうよう、ウサギと違うぜ、走りすぎてすぐ追いつかれてしまう、亀の状況だったら俺2社を選ぶ、確率1社で2カメ。スローになりながらも俺常にいつものよう歩いてる、だけど気がついた時に亀のようにずっと続けて、だけどウサギのようにたまに速く走る、それの意味っていうのはまあ時代の移り変わりは早い、だけど俺は自分自身が信じたものだけは貫きたい。ああ、下がる前に移動仕方ないだろう、だからこそこの先を見たいんだよ、いつも通り言葉で合わせるアクション、前を見たところで誰もいないもん、だからこそか右か左へ後ろ、誰かも見張れかった言葉で発信、俺は確信つける MC、 いつも通り白紙のページのどっち、俺はウサギでもなきゃ人間で、あ、亀でもねえから当たり前、I want Japan Hip Hop Human 人間、過去に戻ったりたまには俺は不慣れてしまったり、 Yeah Yeah 噛みすぎて少しやっぱり、よう少し目が回りアルコール体内、順がマイク一本でかますんだ、手引っ張ってやれ、そう思うんだったらそう周りに合わせてやれ、そう思うんだろう間違いない、そう俺ならそうすんだわ、よいいかい、一か八か歩いて、そう一人で先行を通って歩き続けてきたけど、後ろに誰もいねえなら孤独だよ、いつものように俺もこうやって一歩一歩歩きながらも、気がついた時には俺もウサギ年だから、俺はウサギのようにぴょんぴょん走り、つまりいろんなクラブとクラブをパトロールしながら、楽しいところに行き、お酒飲み、その後は仲間と仲間と肩組みパーリー。こちら立ち年いつもの通り上り流、上からトラブルを起こしていくようなモンドじゃ、バースの向こう無限大のアート描いていこう、言うことないけどこの場でアクション起こし出していくから、いつものアクション、真っ黒くそ、またこのアートに一滴白くそ、いや迷える人にいるからって意味がねえんだよ、本当の孤独、心に寄り添える奴仲間がいねえな、周りに何百人人いたって意味がねえんだよ、そういう意味だろ孤独、一人きり論理探した自分の方程式、探した言葉の道、一なる道すらも一に変えてみよう、かわいそう、いや、かわいそう、人の思考帰ろう、中頭ん中バグチ、また才能ひた隠しするわけじゃないけど、一人じゃやっぱ何もできない、周りに100人いらない、俺この4人で、そうこれで十分、間違いないぜ、そう周りに100人いなくても信頼できる友達が1人いればいいと思う、だからそうやって人の頭が多いっていうやつに限って、その後は大体そうしたら1人になっちゃうパターンが多い、だからこそよ、薄っぺらい人間関係よりも絆の深い人間関係を1つ作る方が絶対いい、だからこそ俺はそう高校時代に親友と呼べるやつはたったの3人しかいない、それが俺のスタイル、友達がいたらよかったな、きっと真一面なやつがいたらよかったな、俺も真面目になれたんでしょうか、笑えたんでしょうか、苦笑いしかできなかったようだ、どうしたらいいのかわからない、スポットライト浴びることすらも不安とセット、あいつらはいつも通りグラウンドゼロ、どこまでも行ける新天地は、いやいや、俺と元カノと友達とあともう一人の女友達がいるライングループで、俺の元カノが別れた後に言った、俺以外の3人で遊びに行こうぜって言われました、イエー、とても病みそうになりました、はい、人を信じるのがとても怖くなりました、だから最近思うんだよな、いらねえ人間関係は全部切り捨てて新たな道進もうって思ったんだ、その気持ちちょっとわかる気がする、俺もわかる、その気持ちだったら経験したことがある、だけどそう、その時思って帰ろう、は違うぜ、俺は人なんて信じないっていう意味じゃない、人を選ぼうってだけ、いやそれだけの話こいつは大丈夫、こいつは大丈夫、人を信じなかったらいつまでたってもプラスの世界には歩いていけないってことに気づいた、そう大丈夫だぜ、結局の話裏切られたらそういうやつはどういうやつなのかでまず研究、その上でこいつとアーモニーを貫けばいいんだと思いながらも、他のやつとまたつるんだ時にこいつ言ったような
空気を持っていたらとりあえずそいつらを省いていこう。そうやってやってれば何にも心配ないよ。まるでそう。最悪に考えればマイナス思考だけど、それが勉強になったと思えばプラス思考に変わる。俺は来るものは拒まねえし、去るものは追わねえ。どうか行くんだったら好きに行ってくれ、来るんだったら来てくれ、たまには遊ぼうぜ。前ね、こいつでいいぜ、一言二言交わしただけ、こんなもんでいいだろう、どこまでも行こう。あまよりいつもの通り、間違いはないからこいつでいいと思うし、失恋は負けたところで意味がないってな。いや、俺もそのスタンスだったんさ。来るもの拒まず、去るもの追わず、若いて彼女の背中も幸せになることを願ってと肩を押したあの日に、全て忘れようと思ったよ。俺の友達大親友と3人で遊びに行こうって話をした時にマインドが下がった。なんなんだよあいつは。俺が差し出した手に唾を吐きかけてきやがった。ワルフビッチ。あー、そういう俺もまだバカなのかな。よかったじゃねえか、早めに気づいて。そう、お前の大事な人生のその1秒1秒そいつのためにこれから繰り返していくよりも、そいつが被った猫を引っ張がして、そいつのことも引っ張っていて、こっちが逆に手のひら返ししてやりたいぐらいの気持ち感情持ってんだったら、そいつを見返せ。次寄ってきた時はお前なんて知らねえよって言ってやれ。そういうやつに限ってまた人を裏切り裏切られる。人を愛し人を傷つけ、人に傷つけられてって感覚で、まるで太陽族みたいにさ。俺もそんなこと昔はあったわ。だけど一つだけ言えることは、傷ついた分人間は成長する。俺は21になってダメなものはダメって言葉の意味を知ったぜ。ダメなものはダメなんだって、そういうことだぜ。気づくのは遅かっただけ、10代で気づけなかったことがダメだって話だぜ。こいつは社会人になって学んだこと、社会ってやつはどうにもくだらねえか。エプロン着てる俺は一番可愛いから、これで間違いじゃないってなし。こいついやいやクソだ。フィッチファーキ調子はどうだ。俺を遊び誘われた愛調子どうだ、はい、よ。俺をお前を助けるって言ったよ。お前は俺のことを無視した。お前の調子はどうだよ。おい、もういいぜもういいぜ、興味ねえよ。差し出すこと手を差し伸べることもしねえよ。お前の親と俺の親も仲いいって言ったから声さっかけたのに、もうよビッチ、もう興味ねえよ。言いたいこといっぱい吐き出して、自分の気持ち楽にして、心軽くして、今日は一本スモーク一本煙らせたように上に高く高く上がって、その下のやつを見下ろしていこうぜ。いやそういう感じ、俺はスモーク、間違いがない気持ちだけが感情すぐに吐き出してしまう、ただのバカ。いや俺にはノーリミット、そう限界なんて感じがない俺のこのリミット。こんなところで元カノの話するのは野暮だと思うけど、でも俺は昔言いたいこと言ってスモークしたらバットに入ったよ。まあでもそれは一人だけの話、なぜかというと、その後スモークしながら見たのは恋空、マジバット入った。汚した手で洗った足は随分と綺麗なようだ。あいつらの話はそういうところの始まりだ。意味のない話の定義の仕方、いつだって変わらないから、来るべくしてきただけの話さ。見たことがない世界の中で踊り出した、こいつは踊り狂った先の何か、誰の果て先がけ形だけ、意味がねえ、そいつは信念だね、負けたところで意味なんかね。いやそうだね、昔元カノさっき言った以上だ、後悔振り返らないって言ったよ。10分にブーメン帰ってきてマジで笑い、クソしか生えねえ大草原でも人生に大どんでん返しなんて必要つようねん、一つじびっちり繰り返してきたライフで語ろうぜ。 OK、 目は真っ赤じゃなくて真っ黒だから、いろんな犬を見えるってことだぜ。まあそう、確かに元カノのことを引き合いに出すのはセンスがないかもしれない。だけどその元カノよりもその周りの友達のことを俺は重視して聞いてたから乗っかった。いや、そうだろ、俺はそう、そんな感じ、いつもそう、元カノことも大事にしてるよ。だからそう、元カノの結婚式だって呼ばれていてしっかりとおめでとう言うぜ。でもキホー君大丈夫だぜ、元カノよりも多分次できる彼女の方がもっと好きになる、好きになったら過去もいい思い出になる。今日だから俺も常にそう、日々更新中してる。俺も女神が俺の目の前に現れて、今じゃ幸せいっぱいだぜ。 Yeah、新しくできた彼女とスモークして、それでチルしたらいいんじゃね。俺はそう思うぜ、彼に言うことはね、特に変わりはしねえ。だっていつも通り、俺は今彼女がいねえからどうしようもねえ、どうしたらいいんだね。もう女の子がいないからどうしたって意味がねえ。要は周りの先生はおばちゃんしかいねえしな、まあクソつかれた MC 好きなように言ってさせてもらう。いやいや、1年前近くに別れた元カノが、その最近やった1ヶ月ぐらい前にそれをやってな、で1ヶ月ぶりに会おうと思った今の彼女に、今日やっぱ会えないって今日言われました。とてもバットに入りました。1ヶ月ぶり、ずっとバイト頑張って、学校も頑張って、一人暮らし、
ああ涙も出るような生活したのに今日彼女に会えないって言われてすごく疲れました。いや大丈夫、俺だってそう、嫁と結婚した。本当は俺はバツイチ、そう一度離婚を経験している。だけど今の嫁は二人目、めちゃくちゃ幸せにやってる。子供の笑顔がめちゃくちゃ素敵だ。いや間違いない。俺は女に遊ぼうって言った。いや今日は遊べないって言われたのに、こいつ友達から遊ぼうって言われて遊びに行った。ふざけんな、俺と遊ばねえのかよってめちゃくちゃ思った。子供ができたらもちろん絶対幸せ。最近俺の甥っ子が今までビビってた俺に対して、俺にマジで笑顔をくれた。本当マジで嬉しい、ありがとう、抱きしめたくなったよ。ははん、yeah, yo. だからこそ俺も久しぶりの甥っ子に会いてえな。よ、俺の仕事は児童館の先生。泣きながら抱きついてくる女の子を抱きしめ返すことはできねえ。こいつは触れちまった方と一緒だぜ。いつも通り手を洗うことはできねえ。変わりますね。だからこそいつものやり方を覚えてる。抱きしめるじゃなくてハイタッチで十分。こいつはタッチだっすか。いつもの通り子供たちの身の丈に合わせて膝立ちで成長したい。いつ離れるかわかんねえ女よりもずっと一緒にいてくれる男の友達。女でもいいけどそいつが楽しいって俺は昨日気づいたんだよ。焼肉バカみてえな話。いやいや、18にもなって中学生みたいな下ネタで笑い合える前目が最高だってな。オーデーオーデーな、マイマイマイメン、ずっと一緒にするから一緒にいてくれ。いや。俺は36になっても焼肉で下ネタで笑い合えてるぜ。いや、お前の10年後、20年後同じことできるかがそう楽しみだぜ。いや、わかる。この年になった子供のチンコの話で夫婦で盛り上がるくらいのことやってるぜ。バカな話で一日が終わる。よ、俺は下ネタでも笑えるけど何気に仲間が月曜日。今日、まるで美容院休みの時に俺に電話かけてくる。何を話すかってもちろん当たり前。二人で NBA リモートで見てるぜ。今日そういう前面がいるぜ。俺は36まで生きれるかわからない体をしてるから、今この瞬間を楽しみながら21の時を過ごしてるぜ。だからこそ前面たち俺のことを楽しませておくれ。いつも通りだって遅れは取らねえ。楽しんだ分だけ測ってゆくだけ。前を向いて何もかもが前を捨てて、これでオンリー好きなように好きなことを好きなだけ。いやいや、そうだ、久しぶりに会う友達、交わす言葉はないよ、もうない。近況報告したって締めっぽくなるならば神谷は泣いたい。それは永遠のように一瞬で終わったり瞬間でも大丈夫さ。あの一瞬のおかげで俺はまた3ヶ月ぐらいお前に会わなくても大丈夫そうだよ。いや、そうか、36まで生きれるかどうかわかんない体してんのか。それはちょっと察するぜ。だけどそう、俺だってそうだよ。36まで生きれるかどうかわかんない生活してきた。そう、いつ誰に殺されてもおかしくない。いやそれぐらい。でも今しっかり生きてる。だけどそいつ恨み買ったやつには全員今はすでにリスペクトは送ってる。そう、俺の友達が18の時に心臓の病気で、今日31までしか生きられないって医者に言われたけど、今はガンガンお酒を飲んで今度結婚をするだぜ。マジで俺の兄弟たちは全員結婚して俺だけ B 独身。間違いない。どうあるべきかわからないから、どうするかっていうカラーを選んだんだ。こいつで家と思ったが時短だ踏んだ。前向いたって意味がないと知った。どこまで行ったってどこまでも行けねえ。どうしたらいいのかってその場所であがいてる。いきなりだったから死に方を覚えてる。いつも通りいざまた死にざまで勝てる。 yeah. Yeah. 生後3年で俺は腎臓1個取られて、5歳の時からよく覚えてねえけど成功率が 50% の手術を受け、でも大丈夫、元気に生きてるぜ。なあ無理して、でもまあ笑えてるぜ。だから OK ってわけでもねえけど、死ぬかもしれねえより生き続けることを大事にしようぜ。間違いがない。そう、俺たち生き続けている。そう、今生きている。だから死んだ時の話するなんて宗教地味なことはしたくない。いや俺は間違いない。自分の今人生1秒1秒、明日死ぬかもしれないけど今楽しんでるから、いつ死んだっていいくらいの覚悟を持って生きてる。そういうところだよな兄弟。俺も結婚したところで考えてみろ。今日マジでほんと 50% の手術受けて、こうやって生きてラップに出会えてる。もっと幸せだ。ただ 50% の確率で生きてるだけじゃなく、よその数パーセントの確率でヒップホップに出会えたことでまずは B だ。
俺は特発性高血圧症、5分後に死んでもおかしくない模様。まあそういうところだって好きな人に遊ばせてくれ。テンション上がったら危ないもんね。前向いてなんもだってこいつだってアクションと起こして言うてアクションでくだらなくなる模様。ハッシュタグさいつもバンバン材料ドリブル電波チン発生したけどまあ頑張る。いえ、5分後に死ぬかもしれない未来より1秒先かませるかわからないこの期待に溢れた、この期待に期待のように浮き上がった気持ちにいつも通り足をどけてオンザビー。いえ、こんなにいい人たちがいるんだったら大丈夫そう。5分後の未来少し死んでしまっても大丈夫そう。俺はそう思えるよ。今は死にたくない。でも大丈夫、このマイクがあれば俺も楽しく生きていける。楽しく生きていく、そう俺なら楽しく生きていく、っていうかそう今がすでに楽しい。よこの生き方みんなに見せたい、そうそれくらい俺は思ってる。そう結婚、俺もしかしたら罰になっても3になってもめっちゃ笑って笑顔で生きてると思う。よ前目に裏切られても笑っていると思うぜ。よよ大丈夫だぜ。まあその人生は終わりはしねえ。最近熱海の伊豆さんソシャル流されたあいつらに RIP。 よ俺も今はそう熱海の方によく仕事で行くから、あの辺よく通るから今思った、生きててよかったと思えた。危険を承知で未見に挑戦、合わせる言葉で一つ消えそうず、どこまで生きるかよく知らないと知る、崩るべきは道今が独走と知る、誰よりもチルで楽しんでいるぜ、俺たちはイルでイルをかま続けている、これは途中で模様で経過、どこまで行っても変わりはしねえさ。もし、オリ君が今死んだとしても、俺たちの記憶の中へ生き続けているよ。ライカ・トーコの赤不可思議ワンダーボールのように、俺たちの中で生き続けているように、大丈夫だよ。大丈夫だよ。本当の意味知らなきゃ人間は生き続けるんだよ。エミしなくても、オウィ、俺たちの中で笑顔で生き続けるから、大丈夫だよ。大丈夫だってよ。ラスト B。Yeah.まあぶっちゃけこれ俺思うことがあるんだけども、そう目の前で対顔をして本当にリアル顔をしていっている、友達と話して仲良くなったやつよりも、こうやってネットで本当の顔も見てもいないけど思想回路が一緒で考え合って話し合ってめっちゃ仲良くなったやつの方が長続きするような友達だって思えるのは俺だけかな。俺はストリートピースの沖さんに言われたぜ、人間っていうのは出会いの長さじゃねえ。今日たとえ1日2日でもフィーリング合うやつはフィーリング合う。今日だから俺はそこにこだわらない。ネットでもリアルでもどんなところでもフィーリングの合うやつは確かにいる。そういうやつとはしっかり心がつながっていく。その上でいずれはそうリアルである。中3で始めたラップ、今でもいつも通りみんなと続けてる。だからこそ勝てるクラスやバスケで世界終焉シナリオ、これはジャストライカー HGP、 くだらねえ話はしない次、いつも通り前を向いて歩こうじゃ無理、だからこそ俺は無理はしないっていつもの通り好きなことをやる。ラフにリバックス、こいつでマンジを切ってる、いつもの通りジャッジだらないからさ、ダースのあげない話のマスでいこうか。 Yeah yeah、メンヘラみたいな話だけどな、俺の友達3年しか付き合いがねえけど、大学行って一人暮らしして悩み悩んで死にたいと思って俺に話しかけてくれて、それで俺も少し自然と涙が出て、その瞬間にああ本当だ、心友情っていうのは心気持ち薄っぺらい話ばっかしてたけど、その混沌の上で心で愛し合えるってこういうことなんだなって思ったんだよ。いや死にたいと思える感情が逆に俺からしたら素晴らしいと思う。いや俺にはそういう考えがないから。そうでもそんな辛い思いをしてきたんだったら俺より完全に得をしている、間違いがない。俺だったらどう生きていくかめちゃくちゃ考える、考えつかない、だって経験はしていないから。そう綺麗事言うやつは俺は本当に大嫌いだよ。キホー君、逆に俺はそういう経験したことあるぜ。逃げたくても逃げれないような環境、その時に思うよ、富士山爆発してくんねえかなとか、俺ほんと不謹慎なこと思う時たまにあるよ。でもしゃあねえ。でもほんとにその場に逃げたいんだけど、感覚的には逃げれない、その感情の中で。あー、明日台風来てくんねえかなとか思うことあるでしょ。その感覚と一緒だよ。でも別に嫌でないよ。ドスラフで逃げたい時にはぶつかり合うことを知ってるから、この普段はぶっ飛ばしてる、こいつで飛び方を心得てるから、いつも通り合法的に飛び込むプロのプロだ、耳の奥まで浸透させておきな坊や、これでいいか、俺たちはいつも通りのアンサーを返した、結果論あれの果て、誰のためかわからないが、いつも通り握ってるだけだって、こいつでいい、いつも通りフィール、そういう、そうだな、不謹慎なこと思うのよくあるよ。学校行きたくねえ時学校潰れねえかなとか、いやいや、コーナーが広まって俺のバイト先が停止ね、閉鎖しねえかなとか思う時もあるよ。でも不謹慎だって分かってるよ。でもそうやって言い訳しねえとなんだか自分が保てなくなってきてるんだよ。俺はそうだよ、メンヘラ、マイナス思考のメンヘラだから、このヒップホップが安定剤となってるんだよ。イエーイ、ありがとう、ありがとうございました。ありがとうございました。